皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は相対主義者の血が騒いだという話をしたいと思っています。相対主義とは何かっていうと、すごく簡単に言うと、世界っていうのはその人間の数とか生物の数だけあって、真実もまたその生物の数だけあるよねと。だから唯一の答えとかってない、答えは人それぞれだよねみたいな、そういう立場のことを言うんですけれども、考えれば考えるほどそこに行き着いてしまうっていうね、のがありますと。で、時代的にもですね、個が尊重されてっていう感じで、相対主義が進みまくっている世の中かなというふうに思っていて、ある意味、何でもありとも言えるというところで、社会がね、こうある種まとまっていくみたいな意味合いにおいては、マクロな意味においては、この相対主義っていうのはよほど自立してというか、ミクロとマクロから見る個人でないと調和みたいなものは取れていけないだろうなと思いつつ、一方で、じゃあその何か答えがあるというところで、マクロ、これが答えだってことにしてしまった時にミクロに幸せが来るみたいなところがあって、結局難しいなと。本質はやっぱりそのありとあらゆるミクロな、別々の世界が混じり合って大きな一つの世界を作っているっていうのはあると思うので、どこまでいっても相対主義、そしてそれが結果としてマクロな何かを作り上げている一つの状態であるっていうのは、僕が見ている世界なんですけども、この間ね、対話をしていたら結構ね、もう答えたみたいな感じで言ってる人がいて、そのなんていうのかな、ある意味その絶対主義的な考え方ですよね。そのみんなに答えがあるではなくて、もうその人が言った答えがもう答えなんだっていうことを言っていて、自分が信じた意見っていうのを決して曲げようとしなかったんですね。そういう人が現れるとですね、ただそういう人っていうだけであれば、そのもう話するしてもしょうがないなっていうところで、いわゆる答えがあるんだったらもう話す必要ってないですよね。だって答えなんだから、話し合って何かこうかもね、ああかもねとかっていう議論の余地はなくて、答えなのでもう以上でいいと思うんですけども、対話の場である以上はですね、いくら答え風にですね意見をね言っていても、それぞれ答えがあるよねという、なんていうのかな、その絶対的な意見を相対化するっていうことをですね試みるわけですね。僕はですね、対話の場ですので、やっぱりいろんな意見があるという、そのみんなの答えがあって、その中でこの場の答えを出すのかどうかは別として、場で考えようよっていう、みんなが一人一人答えを持ってるんだけども、みんなでちょっと考えて、改めて考えてみようよっていうのが対話かなというふうに思ってますので、絶対主義的な意見っていうのは出てくると、僕は結構ね、相対主義者の血が騒いでですね、なんていうのかな、ちょっと前に言いましたけども、私にとってそれは正しい、でもあなたにとってそれは間違っている、あなたにとってそれは正しい、でも私にとっては間違っているみたいな、そういう話をしたと思うんですけども、まさにそれが相対主義的な考え方であるというか、これは正しいことだ、だからそうでない人は全員間違っているみたいなロジックをこう振りかざす人っていうのは結構いるんですけども、そういうちょっとなんか絶対主義的な意見っていうのは、僕は結構ね、バトルはしないけども、なんていうのかな、そこに対してこう立ち向かっていってしまうところがありますね、対話の場においてはです。で、日常においてはですね、そういったちょっと絶対主義的なというか、思い込みがちょっと強いみたいな人に関しては、スルーしますね。もう議論の余地なしということで、会話をしないという、この人はそう思ってるんだなってことを受け止めるだけということで、言い返したりは何もしないんですけども、対話の場ではですね、やっぱりそこを、ちょっと相対化する方向にですね働いてしまうと、相対主義者の血が騒いでしまうというところがあるかなと思っています。で、なんだろうな、時代的にはですね、やっぱりそうやって一人一人のみんな違ってみんないいよねじゃないけども、みんな、それぞれ考えがあるよねみたいな、みんな違うものを見てるよねっていう方がスタンダードというか主流かなというふうに思いますんで、こういう話をしても、そういうなんか思い込みが激しい人っていうのは差別主義者で、なんていうのかな、になりがちでとかっていうね、思い込みによって誰かを否定してしまう、その例えば何、男はこうだとか言った瞬間ね、その性差を絶対視してしまうみたいなことがあったりするわけじゃないですか。そんなよりは男とか女とかじゃなくて、みんな個人差あるよねみたいな考え方の方が受け入れられやすい
まあ、時代かなというふうに思っているんですけども、もう一歩掘り下げた時に、その僕はかなりその相対主義的なところに全振りしてるっていうぐらい、相対化しすぎて、なんていうのかな、まあ、それはそれで課題だなと僕は思ってるんですけども、多くの場合ですね、そこまで相対に振り切ってないかったりするし、ある部分によってはちょっと絶対主義的にというか、ちょっと思い込みというかね、これに関しては絶対こうだとかって思ってるところがあるっていう、そういう人によってもですね、グラデーションがあるかなと思うんですよね。何でもかんでも答えがあるって思ってるわけではないけども、これについてはこうだっていう強い、譲れないというか曲げられない、意見みたいなのがあったりもするのかなと思ったりするので、絶対主義者か相対主義者かっていうことではなくて、結局どこかそのグラデーションの中で絶対主義的なパラメータが振ってしまうとき、そして相対主義的に振ってしまうときみたいな感じで、場面によってもやっぱ変わってしまうだろうなというふうには思いますね。なので、何でもかんでも相対化すればいいってもんでもないし、まあ、なんていうかな、絶対化するっていうのは、まあ、あんまりいいことではないかなと思う一方で、何でもかんでも相対化すればいいってもんでもないだろうなと思いながら、そのグラデーションの中で対話を重ねながらバランスを取っていくっていうことが大事だし、何よりそういうことをですね、日頃無意識でやってるんだろうなというふうに思いますので、そうやって対話の場で言語化しながら、あ、今ここら辺に自分は、置いているなっていうのを認識するってことがね、とても大事なことなのかな、大事なことというか、まあ、対話の価値なのかなというふうに思ったりもするので、言語化されることによってですね、やっぱ見えてくるもの、また言語化されることによって削ぎ落とされるもの、いろいろありますけども、まあ、言語化する面白さ、対話の面白さというのは一つね、そこのなんていうのかな、自分を客観視できるというか、無意識の自分が顕在化されていくみたいなところはですね、とても面白いなというふうに思ったりしますね。まあ、何言ってるか分かりませんけども、まあ、相対主義者の血がですね、対話の場ではとても、こうね、たぎってくるよっていう、自覚をしたというお話でした。本日は以上です。またお会いしましょう。さよなら。